ザポリージャ州オレホボからトクマクへの進軍を続けている反転攻勢軸では、同方面にロシア軍が構築した3本の防衛ラインのうち最初のラインを突破してロボーチネを奪還した後、さらに東なんかを続けてノボプロコプカに進撃する部隊と、東にアルベルペイブへ向かう部隊とがあってそれぞれ進んでいることが伝えられたよ。このノボプロコピフカとベルペイブの間の地域では、ロシア軍が構築した2本目の防衛ラインに到達したことがロシア側の軍事ブログなどで示唆されるなど、ウクライナ軍がこれまでのスピードを上回る速さで進撃している可能性が高いと見られているな。さて今回はそんなウクライナ軍がザポリージャ州で第一防衛ラインを突破した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア側からの情報では砲兵部隊の強力な火力支援を受けたウクライナ軍部隊がベルベイブ西近郊の高地に到達したとしているほか、ウクライナ軍がノボプロコピフカの北東に迫っている様子が撮影された動画などが公開され、ザポリージャ州のこの地域における戦闘が激しくなっていることが伝えられているよ。8月27日にロシア側から発信された情報によると、ウクライナ軍はロボーチネ奪還を発表したものの、現在も同集落の南側では戦闘が続いていて完全占領には至っていないとしつつも、ザポリージャ州のこの地域ではベルベイブ近郊の戦闘が最も激しいものとなっているとしているんだ。そして、ウクライナ軍空挺部隊は砲撃によってロシア軍陣地を破壊した後に歩兵を前進させるというオーソドックスな戦術で防御ライン突破を図っていて、これまでに損害を抑えながらベルベイブの西に到達しているとした上で、ウクライナ軍はノボプロコピフカとベルベイブの間に鎖を打ち込むことで防御ラインを守るロシア軍を後退させ、前線を安定化させようとしてベルベイブ西郊外にある高地を奪取するために前進していると指摘しているな。それらロシア側の軍事ブロガーの中には砲兵部隊の火力支援を受けたウクライナ軍は、オーケルプーベ方向とベルベイブ北西で部分的に成功を収めていると言及しており、これらがブログで提示しているウクライナ軍支配地域と交戦中であることを表す。グレーゾーンがベルベイブ方向に構築されている2本目の防衛ライン内側に入り込んでいるぜ。また、ウクライナ軍の自爆型ドローンが撮影したとみられる、ノボプロコピフカの周辺でロシア軍を攻撃する動画が公開されていることなどから、ウクライナ軍が2本目の防御ラインを突破した可能性が高いと見る向きもあるが、これまでのところその地域をウクライナ軍が奪取したことを裏付けるような動画や画像はまだ出回っていないみたい。ウクライナ軍がこのように着実に前進し続けている状況の中、オランダの調査機関が29日に、ロシア軍がトクマク郊外において市内を流れるトクマック川をせき止めるためのダムを建設して、トクマック川に貯水湖ができつつあり、ロシア軍ではすでにウクライナ軍が市街地に接近することを想定していて、その際には足止めするためにダムを決壊させて氾濫地帯を作り出そうとしている可能性が高いとの指摘を発信したよ。この侵略戦争ではウクライナ軍もロシア軍の前進を阻止するためにこの手段を実施しており、初期段階において首都キーウに迫っていたロシア軍の前進を阻止するため、ウクライナ軍がドニエプル川の水門を破壊して、キーウ北部の森林地帯を湿地帯に変えて首都に入るルートを潰したことがあったほか、バフムート市内の戦闘において市街地の北から市内に侵入しようとする、ロシア軍の足止めを目的として近隣の池の水門を開けたことがあるんだ。ロシア軍もウクライナ軍のドネツク州マリンカ方面での兵站を妨害するためボブチャ川のダムを破壊したほか、6月初旬から開始された反転攻勢において南ドネツクでモクリアリー川沿いに進撃してくる。ウクライナ軍の足止めのためにモクリアリー川のダムを破壊しようとしたことがあるよな。そして、この戦争における最大の水攻めとして戦場に多大な影響を与えたのが、ロシア軍が実施したと見られているドニプロ川のノーバカホフカにある水力発電所ダムの破壊だぜ。2023年6月6日に発生したノーバカホフカダムの決壊は、ヘルソン州の州都ヘルソンも含めてドニプロ川の下流域に大きな被害をもたらしたが、この地域もまた戦闘が継続しているために未だその被害の全貌は明らかにされていないね。
ダムを破壊したことについてウクライナ側もロシア側もそれぞれ相手側に責任があるとして非難し合っているけど、そのことによるメリットはよりロシア側に大きいと見られるために、西側のメディアや軍事専門家の間ではロシア軍による破壊だったとする見方が多いみたい。ただ、ドニプロ川の下流域では一時、多くの地域が巨大貯水湖の水によって水没していたのであるが、その後水が引いたことによってむしろ以前よりも水位が低下したと伝えられていて、州都ヘルソンにあって現在は通行不可能なアントニフスキー橋の周辺でウクライナ軍が東岸に溶かしていることが報じられており、ロシア側の軍事ブロガーなどがドニプロ川東岸の中州にあるダチなどにウクライナ軍が橋頭保を築き、ボートなどによって兵士を送り込み続けているとの情報を発信していることから、この地域においてウクライナ軍が本格的に渡河作戦を実施する可能性があるとする声も上がっているぜ。話を戻してロボーテネ周辺の戦況について、ロシア軍の第一防衛ラインを突破するまでに多くの時間を要したウクライナ軍が、そこから第二防衛ラインに到達するのが比べ物にならないほど早かったことから、ロシア軍の兵力配置を疑問視する声があるんだ。ロシア軍が第一防衛ラインの外側に、通常では考えられないほどの密度の地雷を設置した地雷原をあらゆる場所に設けていたことが報じられているが、その第一防衛ラインに予備兵力までも投入しているとの情報があり、そのラインを破られたことで第二防衛ライン及び第三防衛ラインに配置している兵力が、不足しているのではないかとの見方が広がっているってわけ。また、地雷原についてもすでに昨年末の時点で占領地を拡大することを諦めたロシア軍は、このザポリージャ州においても第一防衛ラインの外側には自軍部隊が進めないほどの地雷原を設けているけど、その内側には自軍が移動するために地雷原に通り道を設定しているものと見られているよ。第一防衛ラインを突破されれば、そこに張り付いていたロシア軍部隊は第二防衛ラインに後退するためその通り道を通るのであるから、その行動を偵察監視ドローンで確認することでウクライナ軍は地雷原を避けて、第二防衛ラインに短時間で到達することができるだろうね。その行動が迅速であればあるほど、後退するロシア軍の混乱に乗じる形で第二防衛ラインも続けて突破しやすくなるのではないかとの意見も出ているな。ロシア軍がノボプロコピフカのさらに後方にある第三防衛ラインの内側の、特幕を水浸しにしてでもウクライナ軍の進撃を食い止めようとしているとするならば、それは第三防衛ラインや特幕を守りきれないと判断していることになり、ウクライナ軍が第二防衛ラインを突破することがあれば、特幕をあっさり放棄してメリトポリに撤退するかもしれないとの見方もあるみたいだぜ。ロシア軍が第二防衛ラインでどのような防衛線を展開するかによって、次の冬までにウクライナ軍の反転攻勢作戦の成否が決まると見る向きが多く、状況によってはそもそも戦意が高くないとされてきたロシア正規軍が、統率の取れた整然とした交代ではなく、昨年秋のハルキウ州における反転攻勢作戦で見せたように、戦車などの装備を置き去りにして我先に逃走した回想状態を再現する可能性があるとの見方が広がりつつあるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシア国営タス通信などが報じているところによると、ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相が9月5日に開始された国防省幹部やロシア軍関係者との電話会議において、ウクライナ軍が6月初旬から展開している反転攻勢作戦のうち、南部ザポリージャ州一帯での展開に対して発言しており、最も緊迫した状況がザポリージャ方面で続いているとしているよ。アメリカのカービー戦略広報調整官は1日、南部ザポリージャ州での戦闘について触れ、この地域のウクライナ軍ではこれまでの72時間で、注目すべき進展があったと明らかにしており、ウクライナのマヤル国防次官もまた1日に、地元テレビのインタビューに答えて南部ザポリージャ州の一部では、ロシア軍が構築している三重の防衛ラインのうちの第一防衛ラインを突破したと述べたな。またウクライナのゼレンスキー大統領は2日、やはり南部ザポリージャ州においてはウクライナ軍が前進し続けていると述べ、
6月に始まった反転攻勢においては、これまでに一定の成果が出ていることを強調したぜ。そうだね。さて今回はウクライナ軍が南部ザポリージャ州にて第2防衛ラインに到達した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカのカービー戦略広報調整官やウクライナ側が、相次いでロシア軍の第1防衛ラインを突破したと伝えていることに対して、ロシア側の然るべき筋からザポリージャ州での戦況が緊迫していると発信されたのは初めてで、ロシア国防省がウクライナ軍の反転攻勢に危機感を抱いていることを示唆する発言だとされているね。しかしながら、ロシアのショイグ国防省は会議の中で、反攻開始から3ヶ月間が経過したが、ウクライナ軍は目的を全く達成できておらず、西側諸国から軍事支援を受け続けるために成功していることを誇示していると主張したぜ。そして、現時点で最も激しい戦闘が行われているのはウクライナが西側諸国からの支援によって、訓練を受けた予備的兵力を投入している南部ザポリージャ州方面だと説明し、その一方で東部ハルキウ州のクピャンスク攻略を視野に入れて攻勢に出ている東部戦線のロシア軍部隊が前進していることを強調したってわけだ。その上で、ショイグ国防省はウクライナ軍は6月の大規模反転攻勢作戦を開始して以来、これまでに6万6000人以上の兵員と7600以上の戦車などの戦闘車両を失ったとして、ウクライナによる反転攻勢作戦は失敗していると指摘したことをインタファクス通信が5日に報じたな。ウクライナの国営通信によると、ウクライナ軍報道官はロシア軍がメリトポリ方面の戦線において構築した防衛ラインは30で、2023年春から初夏にかけて構築され、その際の指揮を取ったのが総司令官を更迭されていた。セルゲイ・スロビキン上級大将であることからスロビキンラインとも呼ばれているね。ロシア軍は工兵部隊と民間受け負い業者を使ってユーノハとも呼ばれているコンクリート製の対戦車障害物をばらまき、幾重にも連なる塹壕を掘り、その上で防衛ラインの外側には広大な地雷原を設けて高密度に何十万個という地雷を埋めたとされているんだ。反転攻勢作戦におけるウクライナ軍は、進軍速度が遅いことを西側諸国からも指摘されていたが、おそらくは広大にかつ濃密に設置された地雷原に悩まされていたものとみられ、この第一防衛ラインを突破したことによって、進撃速度が上がりつつあるのではないかとみられているみたい。これまでウクライナ軍が把握している防衛ラインに配置されているロシア軍の戦力配分の割合では第1防衛ラインに 60% を配置し、第2防衛ラインと第3防衛ラインにそれぞれ 20% ずつと見られるとの見方を示していて、第2防衛ラインについては一番外側の第1防衛ラインと比べれば技術的にそれほど強固なものではなく、地雷原での地雷密度は低く数そのものも少ないというよ。ウクライナ軍の進軍状況についてアメリカのシンクタンク戦争研究所が、インターネットや SNS で公開されている動画や画像を分析したところによると、ここに来てウクライナ軍はメリトポリ方面への進軍が加速していることが明らかになっていることを指摘して、ウクライナ軍が戦術的に進展しているとしているんだ。この分析を裏付けるかのように第一防衛ラインを突破したウクライナ軍は、トクマクの北にある要衝の集落ロボティネを奪還した上で、さらにその南にあるノボプロコピウカと東にあるベルボベの奪還を狙う動きが見られ、これまでとは異なる速い進軍スピードを見せていて、これを阻止するためにロシア軍ではメリトポリ方面の交通の拠点で防衛上の要衝であるトクマクに、東部戦線における強力な予備戦力として温存していたとみられる空挺師団を移動させて最前線に投入したことが伝えられたな。これについて、ロシアのショイグ国防省が南部ザポリージャ州ではウクライナ軍の反転攻勢が失敗し、東部ハルキウ州ではロシア軍が攻勢に出ているとする発言とは矛盾する配置であると指摘する声が上がっているぜ。この予備戦力とされている部隊はロシア空挺軍の第76新鋭空挺師団とみられていて、予備戦力とはいえ精鋭と言われるロシア空挺軍の中でも精鋭中の精鋭とされている師団で、3個空中機動連隊を中心として1個戦車大隊に1個防空連隊などによって編成されているってわけだ。
アメリカのフィラデルフィアにあるシンクタンク外交政策研究所では、第76新鋭空挺師団はおそらく現在のロシア軍における最高の精鋭師団であり、これまでのところ他の地上軍部隊と比較して消耗が少ないと見られていると述べていて、ロシア軍の予備戦力とされている部隊の中では盛況な部隊であると述べているが、実のところ同師団はこれまでにウクライナでの戦闘に参加しているため無傷で温存されていた予備戦力というわけではないんだ。第76新鋭空挺師団は、ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降、そのほとんどの期間において最前線に配置されていて、戦争初期の数週間はウクライナの首都キーウを占領しようとベラルーシから侵入した軍団に配属されていて、キーウ攻略戦に参加しており、作戦失敗後に明らかにされたキーウ近郊ブチャでのウクライナ市民虐殺に関与していたことが伝えられているよ。4月にロシア軍がキーウ占領を諦め、ウクライナ中北部から撤退した後は、保有新型の T90 戦車に T72 戦車の最新改修型や BMP に、BMD などの歩兵戦闘車とともに東部ドンバス地方の戦線に投入され、2022年8月には、南部ヘルソン州において反転攻勢作戦を実施して、ヘルソン州奪還を狙っているとの陽動作戦に見事に引っかかったロシア軍上層部によってヘルソン州に移動させられるなど、ウクライナ各地を転戦していたね。その陽動作戦の成功によってウクライナ軍は、手薄になっていた東部戦線においてハルキウ州の非占領地のほとんどを奪還した上に、ヘルソン州においてもロシア軍の後方兵站を長射程の GPS 誘導ロケット弾によって叩いたことによって、ヘルソン州のドニプロ川西岸からロシア軍を撤退させて奪還解放したことは記憶に新しいな。ただ、劣勢となっていたヘルソン州の他のロシア正規軍部隊とは違い、ヘルソン州における第76新鋭空挺師団はウクライナ軍に大きな損害を与えていて、ウクライナ第35海兵旅団が大損害を受けたことなどが報告されており、それらの戦いぶりから精鋭と評価されていたのであるが、2023年6月にはロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊がバフムートから撤退する際に、交代する部隊としてバフムート近郊に配備されたものの、予備戦力として後方に下がって消耗した部隊の戦力補充と再編成などを実施していたと見られていたぜ。今回この強力な予備戦力を東部戦線から引き抜いたことで、ショイグ国防相が攻勢に出ているとしたハルキウ州の戦線にも影響が出るとの見方があるほか、盛況とされながらも動員された予備役と、旧式の戦車などの戦闘車両で編成されたこの師団の戦力を疑問視する声も上がっていて、ウクライナ軍が第2防衛ラインも突破する可能性が高いとする見方が出ているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。クリミア大橋へのウクライナ軍の攻撃が激化する中、ドネツク州南部のウロジェイネでロシア軍をついに撤退させたとの情報を入手したよ。ロシア本土でも爆発やドローン攻撃など激増しているし、ロシア人自体が海外へ出国しているからな。このままだとプーチンの終わりも近いと思うぜ。そうだね。さて今回は、ドネツク南部ウロジェイネの戦闘について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍が反転攻勢を仕掛けている戦線の一つ、ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州南部を流れるモクリアリー川沿いの戦闘では、スタロムリニフカの北にあるウロジェイネをめぐる攻防戦が激しくなっていることが伝わっているね。8月12日にスタロムリニフカ方面のロシア軍に従軍しているとみられる軍事特派員が、ウロジェイネをめぐって激しい戦いが続いているとして、ウクライナ軍は小編成の部隊を最前線で活動させてロシア軍砲兵部隊による反撃を誘い出し、その位置を特定した上で叩き本隊を我が軍の陣地に送り込んでいると、ウクライナ軍のこの地域における戦術を報告したんだ。そしてこの特派員はさらに、このウクライナ軍が実施している戦術は、砲兵部隊が自由に攻撃できるように優勢を保っている場合のみ可能なもので、我が軍がこの状況を打開できなければウロジェイネを失うかもしれないと指摘して、
モクリアリー川沿いの戦い全般においてロシア軍は不利な状況に置かれているとして戦線が破られる可能性を示唆したぜ。さらに12日の夜にもこの特派員からの報告があり、ウロジェイネはウクライナ軍によって奪還されつつあって状況は極めて我が軍に不利だとして、敵はウロジェイネ集落内にある村役場にウクライナ国旗を掲げようとしたものの、我が軍砲兵部隊から砲撃を受けて撤退したとしながらも、ここまでウクライナ軍の攻撃に耐えていたのにかかわらず、ここに来てウロジェイネ集落を失うのは痛恨の極みであり、我が軍が敵を押し戻すことに期待しつつも、この苦しい戦況を現実的に受け止める必要があると述べていることから、ウロジェイネが解放寸前の状況にあるのはほぼ間違いと見られているな。インターネットや SNS に上げられている動画や画像などの視覚的に確認できる情報によれば、ウロジェイネの集落の中心部をウクライナ軍の戦車などの装甲戦闘車両が走行していることが確認されているよ。その他にも、ウクライナとの戦争にロシア側として参戦しているルシッチ、ドネツク州の新ロシア極右主義者で構成された破壊工作や攻撃偵察を実施している集団が13日、ウロジェイネは残念ながら放棄されたとウロジェイネの集落からロシア軍が撤退したことを告げているんだ。ルシッチによると、ウロジェイネの集落の防衛に失敗したい原因はロシア軍第36軍の兵士たちの戦闘意欲が欠如していたためであると指摘し、所属する第37旅団の戦車大隊は、ウロジェイネを支援せよとの命令に対して、出動しても敵に破壊されるだけだと主張して、ウロジェイネでの歩兵部隊支援を拒否し、同旅団の歩兵部隊もまたウクライナ軍の攻撃に対抗するだけの戦力が足りないと主張して、10日までに集落の東側にある防衛に適した森林ゾーンから撤退してしまったと、ロシア軍の戦意が欠如していることを指摘して非難しているみたい。そしてさらに、第37旅団は実際には旅団の半数以上が後方から出てこようとしないのは、酒を飲むのに忙しいからなのではないか?と皮肉を交えながら報告しているんだって。また、さらにロシア側からの情報発信が続いていて、13日にはウクライナ海軍歩兵部隊の第35旅団と第37旅団が同陸軍の第55砲兵旅団と第1戦車旅団の支援を受けながらウロジェイネの北部に陣地を築いたとしながらも、一部のロシア側情報からウロジェイネからロシア軍が撤退したとの報告が伝えられているが、我が軍は依然としてウロジェイネの南部分を維持しているとした上で、ウクライナ軍司令部がウロジェイネの完全支配を確立せよとの命令を現地部隊に発しているとして、今後このウロジェイネ集落をめぐる戦いが激しくなっていく可能性が高いと主張したぜ。このロシア側からの情報が示唆している現在の最前線の位置は、ウロジェイネの東側で抵抗を続けていて突出部となっていたロシア軍部隊が後退し、集落内でも両軍が入り乱れているグレーゾーンになったとして、ウロジェイネ集落をロシア軍が支配できていないことを示しており、動画や画像などの視覚的情報からもウロジェイネの中心部付近でウクライナ軍の戦車が、ロシア軍に向けて発砲する様子が見られたほか、集落の真ん中を北から南に貫いている大通りでウクライナ軍の装甲車両が進軍している様子や、集落の東側にあるとされるロシア軍陣地に対して、ドローンから爆弾を投下して攻撃している様子のほか、アメリカから供与されたクラスター砲弾によって、ウロジェイネの南にあるザビトネバジャンニャからウロジェイネに向かって徒歩で移動しようとした、小隊規模のロシア軍兵士を攻撃する様子なども確認されているな。ここで注目すべきは、これらの情報がいずれもロシア側から発信されたものであり、ロシア軍がドネツク州南部からアゾフ海にある港湾都市マリウポリに通じる、モクリアリー川沿いの戦線において押されており、ウロジェイネがもう間もなくウクライナ軍によって奪還される可能性が高いとされていることだろうね。このことについて、これまで同じドネツク州のバフムート近郊の戦況を毎日ように戦況を上げていたウクライナ側からは特段の情報はなく、わずかにウクライナ軍のタルナフスキー司令官が12日に、タブリダ地域ザポリージャ州やヘルソン州とクリミア半島などを含む地域において、解放した領土があるとしているが、その詳細については明らかにしていないなどほとんど沈黙を保っていたんだ。しかし、
14日になってウクライナのマヤル国防次官が、我が軍はウロジャイネで成功を収めたことを明らかにしたほか、15日にはウクライナ軍参謀本部がそれを受けて我が軍はウロジャイネでの成功を収め、押し上げた前線を固めつつあるとしているが、いずれもウロジャイネを奪還して解放したとは伝えておらず、集落の周辺では戦闘が継続しているものと思われるぜ。しかしロシア側からはウロジャイネを失ったとする情報が発信されていることから見て、ウロジャイネがウクライナ軍の勢力下にあることはほぼ間違いないとの見方が広がっているみたい。先出しのロシア人軍事特派員が14日に、我が軍はウロジャイネでの敗北を急いで認めなければならない理由は全くなく、現地司令部では現在のこの複雑な状況を打開する手段を講じている最中であると述べ、現在のウロジャイネ周辺の地域の空はドローンや砲弾、それらによる爆発で発生した煙で覆われており、互いに少しの休息を取った後に再び激しい戦いが再開されるだろうとしていたけど、15日には両軍とも持てる全てを昨日の戦いに投入したために、現在は束の間の静寂が生まれていると改めて戦闘が小康状態になっていることを伝えた上で、我々はウロジャイネをウクライナ軍に譲ったが、敵がウロジャイネを占領するために投入した戦力の大部分を粉砕して消耗させたと主張して、ウロジャイネがウクライナ軍によって奪還されたことを認めつつも、ウクライナ軍に多大な損失を強いたことを強調しているんだ。このロシアの特派員の報告には動画や画像などの視覚的な証拠がなく、ウクライナ軍にどれほどの損失を与えたかの確証はないが、ウロジャイネの集落からロシア軍が撤退してウクライナ軍が奪還している状況を認めていることが西側の関心を集めているぜ。また、一度はウロジャイネから撤退したロシア軍は、体制を整えて攻勢に出る準備をしているのではないかとの見方も出ているが、これまでのこのようなケースでのロシア軍の動きを見てきた限りではその可能性は低いとする声が多いな。ドネツク州南部での前進は反転攻勢が開始されて以降、ウクライナ軍は強固な防御陣地にこもるロシア軍の抵抗を排除しつつ、高密度に設置された地雷原を処理しながら遅々とした歩みを見せているが、やがて訪れる2度目の冬までに、どれほどの国土を奪還できるかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。